他にもありましたね。これ質問じゃないんですけど、最近、歩きバタンの里親になったばかりなので、フンとの戦いです。<laughs> すごいですね。歩きバタンの、歩きバタンでしょ。歩きバタンってちょっと小ぶりの木バタンなんですよね。うちにもいるんですね。里親になったっていうところがまたすごいね。<laughs> すごいと思いますよ。 四分すごいですよ。でカセにもやられてるって今大変なんですけど、もう面白いですけど、面白くて大変なんですけど。いやー、里親何歳ぐらいの子でしょうね。えっと、そうね。キバタンは、もう里親になられてますから <laughs>、言いますけど <laughs>、キバタンは、飼いにくい性格の鳥と言われていますし <laughs>、 人によっては、まあ、冗談で白い悪魔とかいうこともあります。で、僕はとても可愛らしいし、皆さん愛くるしいし大好きなんですよ。なんでそんな言い方をされるかっていうと、買い方を間違って買い方知らなかったら、もう大変なことになるからです。<laughs> まず一つ目にですね、キバタンって白色系のオムってすごい大きな声で泣き叫ぶことがあるんですよ。 もう暗く、あって、いきなり止まって。もうだいぶ暗くなってきたからね、寝かさないといけないんですけどね。あっという間に暗くなるんですよね。<noise> すいません。一人ごと。泣き叫ぶんですよ。おたけびあげるんですよ。すごくうるさいんですよ。で、実は泣いてる時って、興奮したりします。興奮してお焚きするんです。トサかあげるんですよ。トサかあげてからこうしてヘッドバッキングをしてですね、おたけびをあげます。おー、すごーい。<noise> おぉ、怒ったるととか言って見るわけですよ。<laughs> そこまでならまあね、いいんですけど、実は、興奮してお,たけびお叫びを上げ、興奮して、お叫びを上げない興奮しているとき、勘を立てているときは、力いっぱい噛むんです。<laughs> 噛むことが多いです。 興奮してるときは力加減を失って強く噛むんですよ。他の大型インコはですね、なんかあってガブって噛むときも慣れていたりするとそんなに強く噛まないですよ。もう加減してくれるから。本当に嫌なときは強く噛むし、びっくりしたときも噛むかもしれないけど、警告の噛みぐらいの方あるんですが、キバタンのときは興奮したらですね、めちゃくちゃ強く噛むんですよ。<laughs> 我を忘れて興奮するから。 <laughs> じゃあ、興奮しているときは、もうどうするかっていうと、興奮しているときはもう手に負えなくなるんです。実は4歳を超えたオスのキバタン。オス、オスのキバタンで4歳を超えたときに、もう手に負えませんっていうことで保護施設に預けるなんてことが結構あるそうです。手に負えないってなんだっていうことなんですが、 いや、いつでも興奮して、僕が近づいていくと、私が近づいていくと、いつでも興奮して、いつでも人を噛むんです。しかも手加減なしに。それはもう変えないってなるわけ、を思われるんですね。じゃあ、そうなるな、なんでそうなったかのお話なんですけど、これは他の鳥さんにま、当てはまるんですが、行動の直後の環境の変化が望むものだったから、やったね、ラッキー、これしたらいいんだねって思ったわけですよ。応用行動分析薬ですね。 注目されるの大好きです。キバタン。えー、褒められるのも撫でられるのも好き。もうね、かまってかまってかまってちょうだい特にスキンシップが好き。な子が多いですね。ね、かまってちょうだいなんですけど、んいつもいつもかまってるわけにはいられませんので、やっぱり人間、飼い主さんも。ケージにおとなしく待っていてもらうタイミングっていうのもやっぱあるわけですよ。こっちでお,お洗濯とかしたりご、ご飯作ったり食べたり。で、ギャーギャーギャーって言ったりします。 これはもう静かにしなさいもう後で出してあげるから声をかけるとします。あ、なんか、ギャーギャー泣いたら声かけてくれるんだとかなるわけですね。あ、こう、こう声かけてくれる。あと、あ、それは、その、何か行動した後、自分の良いことがあったら、それをよくするようになる。よく泣くようになるっていう話なんですけど。そう、キバタの場合、興奮するの話でしたね。キバタって興奮スイッチがいきなり入るんです。<laughs>

なります。その時噛むんですよね。<laughs> 興奮したら注目してくれるラッキーってなりますから、すぐに興奮、いつも興奮するようになるんですよ。その時噛みますからね。<laughs> これじゃあ逆に興奮した時に、ほら、もうよしよし、大丈夫、大丈夫。そんな興奮しなくても大丈夫よ、よしよしって優しい声をかけたとします。スーッと収まりますが、興奮すれば優しい声をかけてくれるって言って、興奮して待つようになります。その時は噛みますからね。<laughs> 興奮すると、結果、いつも嬉しいことが起こっているわけです。すると、いつでも人を興奮して、いつでも人を噛むキバタになりやすい。だから4歳を超えたあたりからですね、里親に出されたりすることも多いわけです。で、そのまで、それになる前に、そういう間違ったメッセージを送らないようにしないといけない。となると、興奮したり、泣いたりした時には、キバタさんが喜ぶメッセージを与えないんです。 とりあえず知らんぷり。でも、代替は大事。彼らは何か要望があっている、こちらにそれを伝えようとしてるから。その伝えよう方法が間違っているから。なので、ギャーギャー言った時はちょっと知らんぷりで口笛とかでごまかしたりして、優しい声で泣いてもらえばいいん場合です。ピヨピヨピヨ。あー可愛いわねと言えばいいんです。ピヨピヨって言うか知らないけど、小さな声、優しい声、可愛い声で泣いた時に、すごく褒めてると、 優しい声で抱いたら来てくれる。ピヨピヨピヨって泣くようになるかもしれませんもんね。泣くようになるんですよ。ピヨピヨは言わないけど。それがベルであったり、えー、リンであったり、例えばガチャガチャガチャってするものであったり。何でもいいんです。何かメッセージをこちらに伝える方法を簡単なものに、こちらが許容できるものにすればいいんです。おはようでもいい。こんにちはでもいい。その回、そのメッセージを言った、言ってきた時にはそういう希望があるんですから、なるべくそれを叶えてあげていください。 注目して褒めてご褒美あげて遊んであげるってことです。ギャーギャがいた時はちょっと口笛とかでごまかしながら知らんぷりし、あんまりこ希望に沿わないっていうこと。ギャーギャー泣いた時はあんまり来てくれないんだよね。でもピヨピヨ泣いた時のが来てくれる可能性が高いんだよねっていうその可能性を、確率をすぐに覚えてくれますから。そういうふうにして、あのー、最初4歳までの間きちんとキバタン育てると、 良い木バタン。良い木バタンいう言い方あるね。優しい木バタンになります。はい。なりやすいって言っとこうかな。はい。いつもご視聴いただきありがとうございます。良かったなと思う方はチャンネル登録を。楽しかったなと思う方はいいねボタンをお願いします。皆様に見ていただくことが、鳥さんの世界がもっと良くなることにつながることになります。どうぞご視聴よろしくお願いします。